かどんどこどんどこどイエイどんどこどんどこどんどこどイエイどんどこどんどこどんどこどイエイどんどこどんどこどんどこどイエイ久しぶりだから間違えました。何ですか？せーの、ベッドが買いたい。急に何を言ってるんですか、君たちは。ミニモニでベッドを買いたいんですよね。ミニモニらしいベッドを買いたいなって、こんな思ったね。欲しい、買ってください。何買って、できる？本当？するする。しょうがないな。じゃあね、ペットをちょっと見てみましょうか。やったペットだ。時間ある。何よ。第1回ミニモニペット大集合。ということで、今回は400種以上の動物を展示販売している見て触って飼える動物園、インナーシティズーノアから可愛いペットが大集合。さてミニモニはどのペットがいいかな。ではね、早速最初のペットお願いします。あ、かわいい。ケズメリクガメです。いやー、めっちゃかわいい。かわいい。いやー、動いてないよこれ。こういうお人形売ってるよね。おもちゃみたいね。おもちゃみたいだよね。いや、かわいい顔してる。このカメどのくらい大きくなると思います？え、どれくらいなんですか？大きさは一番この種類で大きいものがこの中にやっと入るくらい、70cmになります。そう、私たちより大きいかも。はい、それでは次のペットお願いします。はい。これはプレーリードッグです。プレーリードッグ、ええ、かわいい。プレーリードッグって言っても犬じゃないんですけどね。いますか？犬じゃない、はい、あの君たちの T シャツのマークと同じリスさんの仲間。あ、リスの仲間なんだ。これは噛みます、泣きますか？あのね、子犬が泣くようなはい、はい、あの声に近い声を出すんで、それ警戒音なんだけど。北欧で習ったことある、うん、あの天敵が来た時、そう、ワシだとか、はい、そういうのが来た時に声を出すのね。その声がちょっと子犬に似てる。びっくりしてる。びっくりしてる。あ、びっくりしてる。なんだなんだって見てる。これはでもうちらに帰るかどうかって感じですよね。うん、部屋の中で話しちゃうとね、どうしてもげっ歯類っていうのは電気のコードをかじったり、缶をかじったり、そこが難点かな。はい、では次のペットお願いします。ウサギさんです。ウサちゃん、お元気だ元気だ。ただしこれはドワフロップイヤーっていう種類で、はい、あの大きくならない、大人になっても1キロ未満。耳が立ってる。そうで、耳がね、だんだん垂れてくるんですよ。かわいい。めっちゃかわいい。カゴの中で飼って時間のある時に出して遊んであげる。これもじゃあ、あまり会話に参加してないけど大丈夫。もうあったかいな。もうあれ夢中だ。あったかい。いやー、かわいい。かわいいね。はい、次のペットよろしくお願いします。よろしくお願いします。今一番人気が出てきてるフェレットです。フェレット、はい、ミンクとかテンとかイタチの仲間の動物ですね。人間にこう持たれるのそんな嫌いじゃないんです。むしろ小さい男の子みたいに遊んでもらうの大好き。はい、噛みますか？あのね、小さいうちは噛む時もありますけど、噛んだら、お、大丈夫ですか？これはいいんですか？うん、はい、ブラン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 ブ。動物はみんな口を使うけど、攻撃のために噛んでるんじゃないか。大丈夫だ。止めろ。次週もペットが大集合。ミニモニの身に一体何が